半間洋先生です。新しいね、またちょっとすごいんじゃないかなということで、これこそ稼げるんじゃないかというのはね、画期的なね、インジケーターをまた開発しました。ハイアンドロー X の12っていうね、でね、15分足用で今、試験してるんですけども、どうやってるかというと、勝率を逆に 0% の時にね、0% の2連チャン以上、ね、してる時にですね、を、まず、常時監視してるんです。それで、その、悪い取引の時に、その、取引させる方法ですね。悪い時だから逆に負けるね、時に逆に投資するんですね、その時にね。分析は逆に負けてる時をね、分析してるんです。それでね、最近のだけ見るんですね。で、これ見ますとね、0%。ね、0%。じゃあ僕のね、チャーハン作ってるの。ごめんなさいね。チャーハン。チンしましたけど、僕の朝ごはんですね。で、2連敗以上し、0敗ですね。0% の勝率。ね、これ、全敗してるんですよ。これも。これは3連敗してる。ここはまだわかんないよね。ということで、それでね、ほんの少し100ラインだけですね、分析してるのは。いつもこれ全部見てるんですよ。それで、非常にね、悪い時の時期に投資を監視してまして、その時のサイクルにね、時にシグナル出るんです。この負け続けのね、シグナル、私の方のこのシグナルね、作ったシグナルが負け続けの時に、のシグナルをいつも探してる。0% の確率のね。それでね、シグナルを出すって言ったら、今日夜中なんだけど、土曜日なんだけど、0時から朝方まで分析したら、勝つんですね。それでね、この方式ちょっといいんじゃないかなということで、またちょっと新しいインジケーターね、作りました。携帯が今度逆なんだけどね、勝率がいいのでシグナル出すんじゃなくて、今回勝率の悪いので逆に投資すると。ね。勝率 0%。0% これ出てるんですよ。これ2連チャン。これ3連チャン。1、2、3。最後はわかんないね、まだね。ね。それでこの設定は2個以上ってやってるんですね。で、これね、12はね、12分後、シグナル出てから12分後、ね、評価、決算されますよと、ね、取引の、ね、決めですね、なります。というので、シグナル出てからいつも12分後ですね。まあ、13分、11分でいいんですけど、ハイアンド社が大体そんなところで、いつものサイクルでしょ。だから、それに合わせて大体になってます、これはね。ぴっかりもできるんだけど、まあそうやってますね。12分後、シグナル出てから12分ぐらいが決まりだよということでやってますね。そういうことで新しいシグナル、来週頑張ります。ね。来週頑張ります。2018年9月29日土曜日で、朝9時50分ですね。そんなことです。どうもありがとうございました。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近くを投資しておりました。
世界バイナリーオプションスペシャリスト社のハンマイヤーです。ハンマイヤー先生です。2017年は世界第2位でした。2017年ですね。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。ご了承ください。それではどうもありがとうございます。